フレイザーさんが一人の男性を連れてきました。この辺りを根城にするホームレスだといいます。薬物をされてます、してます。何でもするみたいです。ヘロイン、コケイン、スピード、何でも手に入れば無理はない。そう、彼は彼女を去年の4月にオーバードースで亡くしたって言ってました。This is the kid I'm going to give you. ミカさんが手渡したのは、薬物の過剰摂取により呼吸が停止した人を回復させることができる命を救うための拮抗剤キット。実はホームレスたちと強く結びついているのが薬物依存の問題。彼らを死から未然に救うこともミカさんの目的の一つなのです。 Okay, take them out, syringe. Okay. And remember, this is a special needle. You don't push this one in to get the air off first. Alright? No, you have to do so. Yeah. I'm gonna explain to you.一筋縄ではいかない患者ばかりを受け持つミカさんは、これまで多くの薬物依存者を救ってきました。この活動に大きなやりがいを感じているといいます。で、難しい患者さんなんですけど、やっぱり難しいからこそうまくいった時にやっぱりすごく嬉しいし、医療から離れた人がまた自分の健康のことについて考え出してくれて、その自分のことをもうないがしろにしてた人たちがそういうふうに向いてきてくれるところがこう出てくると嬉しいですよね、やっぱり。だから難しいからこそやりがいがある仕事だと思います。看護学校を卒業後、日本で看護師として働いていたミカさん、29歳の時語学留学のためカナダへ渡ります。しかし1年だけという約束を両親と交わしたはずが、看護師不足のカナダの状況を知り移住を決意。両親は猛反対したといいます。いつもなんか、ああしろこうしろ、こうするべきだ、お前は分かってない、人生は分かってない、甘い考えすぎるって言って、そこの定義にはまらなかったらもう絶対ダメっていうのがいつもあった。私は私の道を行く、私は私のやり方で私の人生を楽しむっていうのは、やっぱり自分の中ではすごく大切です。短歌着て出てきたぐらいだから、その親になんか死に目に会えなくてもいいのかって言われた時に、なんかなんて言ったんだっけ、私はあなたたちの死に目に会えないのは寂しいけど、その一瞬とそれから自分の人生の幸せをどっちがいいか言ったら、私は自分の幸せを選びますって、まあ、申し訳ないけど私は自分が幸せじゃないとダメなんですって言って、短歌を着て出てきてるから、まあそれは成功しないと帰れない、成功しなければならないっていうのは最初にはありましたよね。その後カナダ人のクリスさんと出会い結婚。それについてもお母さんに反対されたといいます。その夫に連れ子が2人いるんですよ、前の結婚からの。母があなたはなんか医療に使われてるって言って、結婚をしてしまえばクリスが養ってくれるから看護師として働く必要もなくて、ただ子供の世話をするだけの人生を送るようになるのよとか言って、もう心配で心配でたまらなかったみたいですよ。自宅は診療所から車で10分ほどのところにある一軒家。12年前に購入しました。おかえりなさい。娘さん